コロナの療養ホテルで働いている看護師です。お仕事は好きですが、先が見えない中でモチベの維持が大変な時があります。どうやって自分のテンション上げたらいいですか。今ビール飲んでテンション上げてます。テンション上げなくていいんじゃない？<laughs> あのその淡々と仕事をしてあの家帰るっていう生活をずっとするだけで別にあのテンションを上げて頑張らなくていいと思うんですよね。 あまあ、テンション上げてやりたいなら別に全然やりたいと思うんですけどただそのコロナのまあ仕事って基本的にそんなにすぐ終わる仕事ではないのでえっと日本で今死者が90何人とかでもと、まあ、1日の死者が100人近くになってきたと思うんですけどその1日の死者100人ってあの去年の12月 とかも多分それぐらいで、なので結構その死者数増えていってる状態で、多分そんなに早く収まる感じではないと思うんですよね。で、まあデルタ株が広まっていて、学校の休校とかクラスターとかも結構増えたりするので、なので、あの、まだまだ続くと思うので、なのでテンションを上げて無理にこうクリアするとかではなくて、もう淡々と疲れないように、あの、まあ仕事して、なるべく残業とかしないようにして、サクッと帰って家でゴロゴロして、淡々と働くっていうので、ちょっとあの、 なんとか時間を過ごす方がいいんじゃないかなと思います。あの、もしテンション上げたいなら、あのびっくりするほどユートピアって言いながら、あの半裸でケツを叩くと気持ちよくなれるらしいですよ。